サムネクリックするのも多少の縁、つまらない内容でも最後まで見てってね。いいね、チャンネル登録フォローその他もろもろもしてくれるともっと嬉しいかな。ういっす、今日も京都でやっていきましょう。中間管理職です。財界人よ。流行のパイオニア、分野です。下請けです。さてさて、すごくどうでもいい話なんだが。すげえな、もはや背景映像のことを鼻からガン無視して動画と関係ない話を始めようとしているぞこいつ。いやまあ、今回の動画空母だし。だからなんだよ。空母の動画って他の監修に比べて圧倒的に絵になりにくくない？まあ、飛行機に攻撃目標を指示すればあとは我々は何もせずに勝手に攻撃を開始してくれますからね。我々はそれを航空作戦用の戦略マップを見ながら航空隊にそれっぽい指示を与えるだけでとても地味です。これが PC 版みたいに航空部隊を母艦から直接操縦できるようになれば、それなりに絵になりそうな気がしますが、我々の視線上であるスマホ版では球体以前のシステムによって臨場感が出てきません。今も爆撃隊が敵巡洋艦に爆撃を敢行していますが、やはりマップ越しだとなんか地味です。いやまあ、私としては爆撃隊の指揮などで忙しいのでどちらでもいいのですが。というか、しれっと爆撃外してたよな、今。ほら雷撃は当たったからセーフ。それに爆撃は半分お祈りみたいなもんだから。あ、おやや、お前戦場カメラマンだろ？飛行機に搭乗して映像撮ってこいよ。私ここでは一応武装関係の指揮をする将校なんですよ。現にさっきも言ったように今も母艦から攻撃隊へ攻撃目標の指示などで結構忙しいんですよ。そういや、お前そんな設定だったな。てか、別に飛行機乗りながら指揮していいじゃん。通信機器とか、多艦から入ってくる敵艦情報などの処理分析能力的にこっちで指揮を取った方がいいんですよ。知らんけど。っていうか、各飛行隊の現地指揮は誰が行ってるんだ？いや、実は本艦は最新鋭の無人機を搭載していてだな。嘘つけ、なんで大正期に建造された船にそんな先端技術の塊みたいなもん積んでるんだよ。実は妖精さんたちが操縦しており。艦これかよ。まあ、単に動画での登場が省かれているだけで普通に天狗やらカッパやらがやってますよ。艦の乗組員なんて数百人いますし、全員の声やらを拾ってたらとんでもないことになります。ところで、私たちが雑談をしている時にちょうど第二次攻撃隊が攻撃を始めていますが、やっぱちょっと地味ですね。今度はちゃんと爆弾命中しましたよ。はいはい、すごいすごい。適当な返事だな。あ、そうだ、派手な戦闘シーンといえば、母艦の周りを敵艦が包囲している時とかなかなか映えますよ。それはもはや末期的状況なのよ。さすがに取れ高のために死ぬのはごめんですね。おい、いつもの飛車根性はどうした？あのですね。おいこら貴様ら。誰かと思えばメスガキ参謀じゃありませんか。誰がメスガキじゃ。何の用です？さっきからやれ取れ高だのなんだのと愚痴っておるが、なんだ母艦は安全な航法じゃないか。多くの味方艦や飛行隊が危険を冒して最前線で敵へ攻撃しているのになんだそのざまは？母艦自らも最前線へ突進し攻撃戦に参加せよ。突戦隊かよ。本戦争に後方部隊などあってはならない。なぜなら総力戦であるのだからな。すべての部隊が最前線で敵に殴り込みを仕掛けるべきなのだ。なんだろう、私の知ってる総力戦と違う。決戦思考すぎる。お前そんなんでよくその地位につけたな。9割がタイズナ丸様の七光だ。ドヤ顔でひでえこと言いやがる。なんでこんなの側近の用意なんですか？これでもいいとこあるから。もしかして仕事に個人的事情入れてません？空母での突撃にも利点はあるんだぞ。第一に航空隊の攻撃スパンを短縮でき、より効率的な航空攻撃を行える。第二に航空戦力に加え技砲の使用も可能になりさらなる戦果を望める。あのね、空母は装甲弱々だし、戦果上げる前に沈んじゃうの。効率化できても飛行隊が母艦に帰ってくる頃にはもう母艦はもういなくなっちゃうの。そうだぞ、母艦をより前線へ近づけるため前進することもあるにはあるが、そういう場合は大抵味方部隊が優勢で前線が押し上げられている場合くらいなものだよ。というわけでいくら可愛い司のお願いでも突撃はなし。へいへい。あと少しでイズナ丸様のボロ絵が見れたのに。あいつ去り際にとんでもないこと言ってませんでした？イズナ丸様、何故にあのようなものを側近に？だから、あれでもいいやつなんだよ。騙されているだけのような気がしますけどね、私には。はい、敵戦艦撃沈。初っ端から母艦ごと突っ込んでいたらこんな戦果を上げる前に沈んでいたでしょう。さて、さっき母艦は前進云々という話があったのだけれども、マップを見るに味方艦がだいぶ前線を押し上げているようにも感じる。本艦もそろそろ前進してはいかがだろうか？いえ、位置不明の巡洋艦が一隻存在しており、これはおそらく最終確認地点から A 戦領海域近辺に存在すると思われますので、ばったり遭遇してしまう可能性があります。ここは一旦様子見としましょう。さすがにそれは杞憂が過ぎませんかね？正体不明艦は転入、捕捉されたら雷撃などで大打撃を受ける可能性もあります。大事に越したことはないでしょう。うーむ、では現時点での待機を続行しよう。了解。気にしすぎだと思うんですがね。そんなことより、航空隊が攻撃態勢に入りましたよ。そうかそうか。火災は発生しなかったな。まあ、そんなもんですよ。雷撃隊、もうすぐ攻撃態勢に入ります。
ドーンと決めてくれ、ドーンと。目標攻撃。浸水は発生させられなかったと。魚雷を3本すべて命中させているので十分な結果と見るべきです。ところで、天竜の息が割れたぞ。この位置なら母艦を前進させても問題なかろう。前進するぞ。アイサー、もうすでに母艦を前進させております。なんで全速力じゃないんすか。知らん、プレイしてた時の投稿主に聞け。メメター、クソ、どうでもいいが、今回はリカシちゃんと実況してないか。今までがひどすぎるだけで、これでも全然少ないんだよな。なんと、これでも少ないと申すか。わききびっくり。いつ時代の人間だよ。小笠現象。おい、なんか今すっげーめたいものが映らなかったか。ゲーム実況用の撮影をしている時くらい十分充電しとけよ。聞いてるか投稿主。聞いてるか以前に、そもそもこの動画を編集しているのが投稿主であるか。それ以上はいけない。残り時間的に、この攻撃が最後の攻撃になりそうですね。ラストチャンス。たった今爆撃隊は攻撃を外したぞ。あのさ、爆撃は半分お祈りだし、まだ雷撃隊は攻撃前だし。雷撃対象の河内、火災で攻撃前に沈むんでねえの。やめてくれよ。シャオラー、ギリギリセーフ。ゲーム終了4秒前、本当にギリギリでの撃沈でしたね。戦闘の星も無事ゲットできたし、もう満タイ。勝った勝った、今夜の酒はうまい。あ、戦績は撮影し忘れたらしいんでないです。あのバカ主。まあまあ、そんなことより今日は飲みに行きましょうや。そうしましょう、そうしましょう。善は急げです。